らっしゃいませ。本日はご来店ありがとうございます。料理長のゆっくりさなえです。さて今回はパスタ会ですね。霊夢さん何を作るか覚えてますか？さすがに覚えてるわよ。前回からの流れで鮎を使ったパスタでしょ？よく覚えてましたね。えらいえらい。さすがにそれくらい覚えるわよ。霊夢さんの言った通り今回は鮎のパスタです。前回盛り付けに失敗した1匹を使っていきましょう。声に出してないけど1杯って書いてあったわね。そうですね。まさにその鮎を使っていきます。まあサムネ用にはできなかったしいいんじゃない？あれ？もしかして今回のパスタめんどくさい？材料紹介いきましょう。ちょっとなんとか言いなさい。材料紹介といっても流れでやっちゃったので調理工程から。パスタ細め、鮎のコンフィ、ネギ。パスタ映ってないけどね。あと仕上げにブラックペッパーをかけてます。ごくシンプルですよね。電気さえなければね。鮎のコンフィの作り方は前回の動画を見てください。概要欄にもリンク貼っておきますね。鮎は身と卵で分けておきましょう。卵がなかったら身だけでも OK です。そういえばサムネイルに薬味ネギ乗ってなかった？乗ってますね。材料紹介ではなかったわよね。必須じゃないですし気にしない方向で。あ、今からネギを熱していきます。露骨には大そらしたわね。薬味ネギはあってもなくてもいいので実際どっちでもいいですよ。白ネギ使ってるので見た目の問題ですね。フライパンにネギ、オイルを入れたら追加で少量の塩も入れましょう。適量ってやつ？一つまみくらいですかね。小さじ1もいらないくらいです。そしたらネギに火を入れていって、少ししたら水を入れて煮詰めていきましょう。ところでこれから質問箱に届いた質問の中から5つくらいピックアップしていこうと思うんですがどうでしょう。露骨な尺稼ぎだけどいいんじゃない？覚えてたらですけどね。それでは今回の質問はゆっくりで動画を作ろうと思ったきっかけです。結構最初の方の質問ね。あの時は生声に自信がないからと答えましたね。今は違うの？それにプラスして生声だと取り直しが聞きにくいからもありますね。私たちだと後付けだから色々なんとかなるものね。あと最近安定して声が出なくなったのでなんだかんだゆっくりでやって正解ですね。そもそもゆっくり動画好きで作りたい願望もあったので噛み合いましたね。こんな感じで答えていこうかなって思います。質問箱の返答プラスアルファって感じになりますね。質問がありましたら Twitter の質問箱へお願いします。 Twitter でも随時返答はしてます。とこんな感じになってきたらさらにカットして水を入れて煮込んでる途中ですね。そういえば水分足すのは茹で汁じゃないのね。最初から茹で汁を足すと、すっごく塩辛くなっちゃうのでそれを防ぐためですね。なので茹で汁を足すのは最終調整の時だけですね。確かに足すことはできるけど、減らすのはなかなかできないわね。そういうことです。それではパスタが茹で上がる直前までカット。少しブラックペッパーでピリッと感足してます。他にも輪切りの唐辛子を加えてみたり、ホールの唐辛子を加えてみてもいいと思いますよ。コンフィの時点で加えて、ピリッとさせてもすごく美味しくなると思います。今回は入れずに食べてみたいかな。それじゃ今回はなしで作りましょう。あとブラックペッパーを入れる前に、ブレンダーで混ぜこぜにしちゃっても美味しかったので、お好みで変えちゃってください。どっちにしても過剰なくらい煮込むと、ネギの甘みがしっかり出てきて美味しくなります。そしてソースは出来上がったので、パスタの茹で上がりをもう少しだけ待ちましょう。茹で時間マイナス1分くらいで茹で上がったら、パスタを入れてなじませ、鮎の身と卵を入れましょう。今回卵はトッピング用に残してありますが、全部混ぜちゃって大丈夫です。今回のサムネ配慮場面ね。味はちゃんとついてましたが、少し水分が欲しかったので水を足しましたね。それではささっと混ぜまして、盛り付けまでしちゃいましょう。それっぽくして完成です。先週もだったけどお皿大きすぎない？まあ、一回いただきます。思ったよりネギの甘みがあって美味しいわね。塩もちょうどいい感じね。よかったです。コンフィすごく手間でしたからね。パスタと関係ないじゃないの。それよりお皿真っ白よりこっちのが映えません。というかサムネが作りやすいんですよね。今回結構わかりやすいんですが、この黒枠の部分がなくなっちゃうんですよ。それを言われると何も言えなくなっちゃうわね。料理よりお皿のが高いお料理系ゆっくり実況者で名を馳せていきたいですね。もうサナエはパスタなのよ。そういえばそうでした。いや違いますよ。もう諦めればいいのに。で、来週は決まってるの？シャインマスカットを使ったお菓子にしようと思ってます。思ってるんというか投稿するんですが、何よ歯切れ悪いわね。まあ来週になればわかるでしょう。今回はこの辺りで締めましょう。それでは本日のご来店ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローなどお願いします。リツイートやいいねも嬉しいわ。それでは次回の開店までゆっくりしていってね。